こんにちは、司会の松井です。向井千恵です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。前回に引き続きまして、株式会社ミトヨエコハームの代表取締役社長白川様においでいただいてます。どうもこちらこそよろしくお願いします。ちょっと前回白川さんがどんなものを作ってるかというところで話が終わったんですけれども、はい、ちょっと今日はこの前にあります、はい、完熟黒ニンニク、はい、これについてちょっとお話を伺いたく思っております。はいはい、まあ、この黒ニンニクはですね、はい、まあ、スーパーに並んでるような普通の白いニンニクをですね、はい、1ヶ月間蒸して、はいはい、一定の温度で1ヶ月間ずっと熱を入れ続けまして、はい、でだんだん白いニンニクが黒くなってきて、はい、で味が辛みとか、はい、ニンニク独特の匂いが和らいできて、はい、でそれがこう甘みに変わってきます、はい、で、できたのが黒ニンニクになるんですけども、はい、そのまま皮を剥いて食べれるっていう食べ物です。はい、これはなんでやろうと思ったんですか？ですね、まず僕が始めたきっかけは通常の白いニンニクを県外の黒ニンニク屋さんに出荷をしてたんですけども、はい、でまあ周りからいろいろ話を教えてもらって、はい、まあ、白いニンニクよりとても体にいいということで、はい、その抗酸化力があったりですね、うん、今ニンニクっていうのはがんに効く野菜の中では、うん、一番そのがんに制御する予防効果があるという野菜ですので、はいはい、でまあニンニクの産地である香川県にはまだその黒ニンニクが少なかったので、はい、でまあ自分たちでやってみようということで始めました。はい、実際やられて、まあ、いろいろご苦労あったと思うんですけれども、はい、何が一番大変なんですか？そうですね、製造するのもとても大変でして、はい、そのまあ1ヶ月間の間そのニンニクの水分の状況を見ながら蒸していくわけですけども、はい、でも最初のもう年なんかはもう1トン2トンっていうニンニクを失敗して捨てたこともありますし、うん、でまたその商品ができてからでも、うん、食べたことがない方がもうほとんどですので、まあ白いはずのニンニクはなぜ黒いのかということで抵抗感を持たれるお客さんがほとんど、はい、でして、はい、まあ今となってはこうテレビはじめいろんなところで黒ニンニクは紹介されてますんで、はい、全国的にもこう知ってる方が増えたんですけども、はい、もう最初はもう本当に作るのも大変やし、はい、売るのも大変でしてね、はいはい、とても苦労しました。向井さんさっき召し上がられたじゃないですか。はい、初めてでしたっけ？初めてです。率直にどうでしたか？率直にですか？はい、ニンニクっぽくはなくって、はい、なんかなんでこんな甘さが出てきたんだろうっていう感じですかね。得意苦手で言うと私は苦手です、うん、はいそれは何、色とか何ですかね、うん、食感とか、うん、なんか未体験ゾーン、未体、そうですね、要はそういうことですよね、うんうん、ですって。そうですね、食べていけば美味しくなるのかもしれないなっていう感じですね。そうですね、結構好き嫌いがある食べ物だと思いますし、うん、僕も最初は決して好きな味ではなかったですし、うん、でこうまあ自分たちが作ったりしてるうちにだんだんこう、うん、美味しくなって食べれるようになるものと、うん、またその熟成の過程で美味しくないものもできますし、やっぱ慣れですかね。なんか僕は個人的に好きなんですけど、その、まあ、体にいいと思うとまたね感じ方も変わりますよね。なんか食べ物として面白いあるなってすごく思いますね。1日1粒って書いてあるんですけど、はい、お子様とかも大丈夫なんですか？そうですね、はい、うちの子供も食べてましたし、で毎日はやっぱ食べないですけど、全然料理に入れても食べますし、うん、はい、最近よく産直所とかでもいろんな方が出されてるのを見るようになったんですけれども、はい、これのよく出てるものと白川さんのところの違いってあるんですか？はい、そうですね、うん、その、まあ、一概に違いがどうあるかっていう、僕も
確認してないんでわからないですけど、うんうん、まあ、よくあの最近インターネットとか、うん、YouTube ではその、はい、炊飯器で簡単に作れる作り方っていうのが出てますし、はい、そのまあ、作る基本的な考え方は一緒だと思うんですね、はいはい、でまあそのあの、まあ、結局黒くなったと状態で、まあ、その味がお客さんに合えばそれでいいんですけども、うんうんうん、でまあ、正直僕たちもその炊飯器で作ったことがないので、うんうん、その味の動向っていうのは、うん、あの言えないですけども、うんうん、でまあそのまあ、とにかくその毎日食べてほしいっていうのが一つありますので、はい、とにかくその毎日続けるお客さんには年間切らさず供給していけるような商品作りっていうのを心がけてはいます、はいはい、平川さんところはもう農家さんが直接まあ自分で加工したこれも販売されてるじゃないですか、はいはい、今どういった形で販売されてるんですか？そうですね、今はもうメインで販売してるのはインターネットとか、うん、まあ、あの新聞広告を使った、はい、まあ、直接、まあ、お客さんに届ける、はい、あのダイレクトな、はい、販売の方法を心がけています、うんうん、はい、お客さんはこう一人あたりどれぐらい買われるんですか？まあ、そうですね、まあ、家族で食べられる方も多いですし、はい、でまた一人であのお年寄りの方なんかも、はい、あの毎日食べる方とか、はい、まあ、その一概にいくらぐらいというのはわからないですけども、大体皆さんその1ヶ月分30かけら分ぐらいを1回に注文される方が多いですね。一袋だと何カテラぐらい？そうですね、今ここにある小さいものですと 40g でだいたい7かけらから10かけらぐらい、かける10、1週間から。あ、だいたい1週間のカテラなんですね、はい、もうみんなご利用なさってる人の感覚ったらサプリメントみたいな感覚なんですかね？そうですね、こういろんな、うん、まあ、健康補助食品っていうんですか、はい、まあそのまあ、ニンニクをただ蒸しただけの商品なんで、うん、そのまあ、錠剤のサプリとかとはまた違ったお客さんの声が聞けてですね、はい、うん、でまあ、そのままのも安心して食べれるということで、はい、うん、いいですね。原材料ニンニクだけですもんね。ニンニクだけで ね素晴らしいですね。今後このブームはどうなっていくと思いますか、うん、黒ニンニクブームは。そうですね、まあその僕たち、まあ、ニンニク農家としてはその、うん、まあ、ブームであるかどうかっていうのはちょっとわからないですけど、うん、まあ、そのニンニクという商品がこうお客さんにとって、うん、よりこう取り入れやすい形にしたりですね、うん、はい、これがまあ今としては健康っていう面で黒ニンニクが表に出てますけども、はい、あのヨーロッパの方ではこれはもう ほぼ食材として使われてるんですね、はいはいはい、日本の中ではニンニクっていう一つ その健康食品みたいなのが多いんですけども、うん、まあ、今後はそういう食材で広く使われるようになってですね、はい、でまたその一般的にもう少し知られるような、はい、若い方からお年寄りまで皆さんこう食べていただけるような、はい、あの商品になるにはまだまだ時間がかかっていくと思いますし、うん、そうですね、健康食品としては今確かにブーム性はあるかも分かりませんけど、うん、はい、まだまだこれからだと思います。あ、はい、分かりました。どうも今日はいろいろとありがとうございました。はい、ありがとうございました。それとあとですね、今日白川さんの方から視聴者プレゼント、こちらの 40g、 さっきおっしゃってただいたい約1週間分、これを5個プレゼントがありますので、どうもありがとうございました、はい、今日はありがとうございます。野菜ソムリエの川村明子です。白川さん、はい、すごい元気出そうな、はい、もう元気印って書いてますが、はい、本当に元気出そうですね、うん、そうですね、はい、ぜひ。実は、はい、私さっきあのいただいたんですけども、すごく甘くて美味しくって本当、はい、もともと好きなんですが、はい、もうこのプルーンというかね、あのフルーツ感が、はいはい、とっても美味しくって、あの私もこれから続けたいなと思いました、はいはい、あと先ほどお料理の
あのお料理にもねこれから、はい、あの入れてこう皆さんに毎日食べてほしいとおっしゃってましたけれども、ね、はい、なんかおすすめのお料理ありますか？そうですね、あのうちではあのもうよくあのカレーには必ずロリ肉を入れてます。美味しそう、はい、へお子さんとかもね全然食べれますね。はい、はい、この甘みがきっとこのカレーを、ね、そうですね、チャツネのような感じで、はい、はい、私も試してみたいと思います。はい、ぜひお願いします。はい、ありがとうございました。